私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。松本潤大野さとしは元気ですよと報告。連絡は取っている、取っている。嵐の松本潤、38、が10日放送のテレビ朝日帰れマンデー見っけたい。3時間 SP、57.00、に出演。芸能活動休止中の同僚、大野さとし、41、の近況を元気ですと報告した。松本は飲食店のベスト10メニューを当てる人気企画帰れま10に参加した。同企画には嵐のメンバーが過去挑戦。相葉雅紀は初登場でパーフェクト達成、大野さとしは正解率 100% と紹介された。嵐は2020年の大晦日をもってグループ活動を休止中。大野の名前を聞いた松本は、大野君元気ですかねと冗談っぽくコメントした。連絡を取っていないんですかと振られるとにっこり。取っている、取っている、元気ですと伝えた。松本の言葉を受け、ネット上には大野くん元気そうでよかったよ、さりげなく大野さん元気ですよって伝えてくれるの嬉しい、嬉しそうに大野くんの話してくれて幸せだよ、大野さん元気ですかねととぼけちゃう純くん IOC などの声が上がっていた。昨年11月放送のラジオ番組では、相葉が大野に関して元気そうですよ、本当に全然10ヶ月表に出てないとは思えないぐらいの、なんかもうスタイルも全然変わってないしキープしてますよと話していた。松本潤、カバンは今も砂に持ち。嵐、松本潤、38歳が1月10日に放送されたバラエティ番組帰れマンデー見っけたい。3時間 SP テレビ朝日系に出演。堀越高等学校に通うジャニーズがしていたカバンの持ち方、ジャニ持ちを今でもしていると語った。連続ドラマ隣の地から1月20日スタート、テレビ朝日系に出演する松本、上戸彩り、翔智亮が帰れま10に登場。松本、上戸、翔智は3人とも堀越高校で、松本が3年の時に上戸が1年、翔智は上戸の1年後輩になるという。松本は、僕らの学校って3学年ホームルームが全部教室一緒なんですよ。だから朝とか帰りとか、あとは昼休憩とか昼ご飯の時間帯とかはみんなそこで食事したりとかすると話し、上戸とも面識があったというと、上戸もみんな仲良かったよね。1、2、3年と同意する。翔智がジャニーズの子たちが学校のカバン持つとき、ジャニーズの人だけ決まってるんですよ。みんな肩掛けしたりとかするのにジャニーズの人だけ2本の指でこうやってるんですよ。生田と馬くんとかもとカバンの持ち手に2本の指をかけて肩に担ぐ仕草をしてみせる。翔智の言葉に上戸もやってた。イメージありますというと、松本は今、僕トートバッグ使ってるんですけど、トートバッグこうやって持ってますと今でもジャニ持ちをしていると語った。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。